東京 23FC は東京23区をホームタウンとして活動しているクラブチーム J リーグ加盟を目指すクラブの一つである2020年現在東京都を本拠地とする J リーグクラブは FC 東京東京ベルギー 1969FC 町田ゼルビアの3クラブである全2社は東京都全域をホームタウンとしつつも メインスタジアム所在地スタジアムやシュタル活動区域はいずれも多摩地域である。また、町田ゼルビアは名称の通りメインスタジアム所在地や活動区域は町田市である。このように純粋に都心23特別区をホームタウンとする J クラブがないこともあり、東京23フットボールクラブは23特別区を代表する競合サッカークラブを目指している。 クラブスローガンは、東京プライド。関東サッカーリーグ昇格以降、ホームスタジアムは主に、江戸川区陸上競技場や、大井府島中央海浜公園スポーツの森台に、球技場を使用しているが、都会への開催や、アウェーチームの本拠地でのホーム試合となることも多い。2003年創設。当初は、佐川急便東京 SC 対談選手の受け皿で、あったため、 佐川東京 23SC を名乗っていたが、佐川側から会社とは関係がないとして解消を求められたため、東京23サッカークラブとなった。2005年に東京都社会人、サッカーリーグ2部で優勝し、2006年にトリーグ1部に昇格した。一部では中位以下の順位が続き、苦戦を強いられていたが、二千十年二月三日に運営会社、 株式会社東京23を設立して、体制を一新、代表に西村剛志便が、テクニカルアドバイザーに水沼隆史が就任。同年4月、東京23フットボールクラブに解消した。この年は、TFSC との熾烈な優勝争いを繰り広げ、最終節の直接対決で勝利して、東京と一部リーグを制するも、 関東社会人、サッカー大会でベスト8にとどまり、関東サッカーリーグ2部への昇格を逃した。ありがとうございます。